日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ッペイ子供と一緒に宇宙から言ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですか、えー、今日はパンツを反対に履いてしまった時についてはい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 あのねあのー、まあ人間には間違いがあります そして、まあ、子供たち、ね、子供たちはよく間違えるあのそして気にしないあの僕の子供もそうです、えー、僕の子供はあはよくパンツを反対に履いたりねあの、まあ、ズボンを反対に履いたりします反対に履くってことはあの裏表じゃなくてあの前と後ろが逆ってことですね、えー、お尻が 前に来て、えー、前が後ろに来ているね。お尻の方に来ている。だからお尻が逆になっている状態ですよね。で、あの、まあ、大人の僕はね、あの、その、例えば、僕の履いているジーンズみたいなのって。反対に、まあ、履けないっていうか、まあ、履いたらすぐわかるでしょでも、あの、僕の子供はまだなんか。 ちょっとレギンスみたいなの履いてるんですよね。なんかまあ何ていうかなジッパーがないズボンですよね。なんかあのいるでしょ。なんか男の子女の子小さい子たちがちょっと何ていうのあれは <laughs> なんかコットンのコットンパンツですけど前も後ろもそんなに変わらないようなものですよね。 だから子供の場合例えば学校から帰ってきて気が付いたりね「お前と後ろ逆になってたはっはっはーみたいなまあ子供の場合まあそもそも本人も気にしないし周りも気にしないしねあのどうでもいいんですよね。で大人の場合ねやっぱりちょっとこうまあ周りも気が付くだろうしねなんか「あの人ズボン逆に履いてる」ってまあ ありえないけど、まあ、もしあったたとししらすすぐにあの後ろの人が気が気つきますよねも,しもしくは前の人がねなんかあなたズボン変ですよみたいなねなんか前がモこコとこうお尻みたいになっててで後ろがまあ <laughs> ジッパーついててちょっと変でしょだからまあ大人の場合にはすぐに気づくと思うじゃないですかでもね僕今日ちょっと大変なことがあって。<laughs> まあ、いわゆる何て言うかなあのまあいわゆるパンツですよねパンツだけ逆に履いてたんですよで僕のパンツはあの、まあ、ボクサーパンツねでボクサーパンツを逆に履いてたで全然気が付かなかったまあ理由はですね今日はあのちょっとあの病院に行ってたんですね で病院って言っても、まあ、病気の人がいるわけでもなく、まあ、僕の子供もちょっとアレルギーがあるから、まあ、1年に1回ぐらいちょっとこう、まああのー、先生とちょっと話をするでも今回は子供は来なくていいです、あのー、お父さんだけでいいです、ねまあ、僕の奥さん今日仕事だから僕だけね1人で自転車に乗ってちょっと遠くにある病院に行ったんですよで結構朝早くて。 朝早く家を出て、まあ、自転車に乗ってなぜ自転車で行ったかというとこれね変な場所にあって、えー、駅で言えば2つぐらい駅の先なんですけどそこからすごく歩くんですよだから電車で行ったら実はもっと時間がかかる駅から遠いですからねだからまあ自転車で全部行った方がいやいや近い。 まあ30分以上自転車で30分以上だから結構遠いですまあとにかく朝早かったしもうコーヒーも半分ぐらいしか飲めなくてちょっと急いで行った、ね、奥さんよりも子供よりも家を早く出て「じゃあねパピア行ってきます」って言ってね自転車に乗ってなんか、まあ、まあ正直言うてね自転車に乗ってる時なんか変な感じがしたんですがなんかなんか体が硬いというかねこう足がこううまく回らないというかね 俺も年取ったたかなみたいなみい朝早く自転車に乗ったらなんか足がなんかなんかうまく回らないなと思ってたんですよなんかこう突っかかるというかねなんかスムーズじゃない感じね昔は足がもう本当にスムーズでねこうなんか股間のところが柔軟に動いてたんだけどまあ年を取ったしねまあもうフラフラしちゃうなみたいなまあそんな感じで。 病院に着いて、まあ、大きい病院だから受付をして「えー、はい子供のために来ました」で、まあ、カードなんか ID みたいなの見せたり、まあ、いろいろしてでまああのー、まああち,らへあちらでお待ちください、ね、でその担当の先生小児科と言いますね子供の担当小児科小児科に行って、まああのー、担当の先生の前でね 前のの、まあそのそそれれれれぞぞ部部屋屋ががあありますよね先生の部屋がそれぞれあった医者ですね医者のことを日本語で先生って言いますからねそれぞれの先生の担当の先生の,あの部屋の前でまあ待つんですけどまあなんか僕の場合朝9時ね朝9時の予約だったんでまあ一人目ですよね一人目だからまあ9時ちょうどぐらいに呼ばれるんですよね。で8時55分ぐらい8時55分ぐらいに「やば!」っ ちょっとトイレ行っとこうと思って。時間ないけど、まあ、大丈夫だろう、おしっこだけだしと思ってね。で、まあ、トイレに行ったんです。で、トイレに行って、ちょっとこう、まあ。まあ、おしっこだからね。あの、出そうとしたんですよ、あれを。ね。あの。<laughs> まあ、わかるでしょう。はっきり、はっきりは言わないですよ。はっきり言ったら、ちょっと。ポッドキャストの、あの、クリーンコンテンツ。 がちょっとこうダメになってしまうんでえはっきりは言わないですけどあれをねあれを出そうとしたんですけど出てこないんですよねあれと思ってまあ皆さんご存知カーごまあご存知でしょう男でも女でも分かりますよねあのボクサーパンツといってもなんか前にあの穴があるんですよでも僕はその時ねまあ最初に言ったようにあのパンツを反対に履いてたんですよ <laughs> ね パンツは反対に履いてたから穴がなくて出てこないでもその反対に履いてるということはまだ気がついてないんですよその時はだからねあれなんか朝早いしなんかえちょっとあのパニックになってやばい9時あれなんかあのー、名前を呼ばれるかもしれない早く行かなきゃえ出てこないあれ俺あれがもしかしてなくなったのかなみたいなもしかして俺は あの自転車に乗ってなんかあれがタイヤに挟まってあのちぎれてなくなったのかなとかまさかそんなことがみたいなね漫画みたいなことあるみたいな,ないないないみたいなあそこがない <laughs> と思ったんですけどいやそんなことはもちろんなくあそこはあ、あるんですよあそこはあるけど穴がなかったんですねパンツの穴が逆に履いてたから。というわけであの。 焦って、ね、汗汗は出てくるし、ね、ややなやばいやばいみたいなやばい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 どうしようどうしようみたいな出てこないみたいなねでまあパンツは反対に履いてたと気が付いてまああのまあいわゆる台台をするようにね大きいのをするように全部下ろして、まあ、座ってしましたで終わってはあバカなこと どんなバカなことがありますかとでまあ、あのー、病院の,その待合室というか、まあ、そこに戻ったら、まあ、すぐに名前を呼ばれて鉄平、ね、さんみたいな、ね、名前を呼ばれてすぐに、あのーまあ、医者の、まあ、先生と話をして「いや別に何もないですよ。あの子どもの、あのー、状態どうですか?」とかね。最近あのアレルギー ななんかかかかか反応ととかかったですかとかえまあそろそろ大きくなってきたんでもう一度チェックしてあの良くなってるとか悪くなってるとか確認した方がいいかもしれないですねとかまあまあそういう話ねまあ1年に1回ぐらいですけどねちょっと話してまあ次の予約をしてねまあじゃあ来年またあの血液検査をしましょうかとかねまあ血を取って。 検査してもう大丈夫だったら食べてもいいかもしれないとかねまあいろいろそういう話ですよ。まあそういう真面目な話を聞きながらも僕の頭の中は俺「俺はパンツ逆履いてるけど」みたいなね。その先生はねあの医者の先生はちょっと何て言うかなリタイアするらしいんですよ。で僕たち4年間お世話になって。 先生がねこう僕に言いました、まあ、私実はあの退職することになりまして、ね、僕は「あえ先生そんなに年齢そんな年齢だったんですね」みたいな「若く見えるから」ってね、まあ、一応お世辞も言ってまあまあまあ正直ちょっとだけ若く見えるけどまあ64歳ぐらいに見えるかなでも多分65歳ぐらいなんでしょうね。リタイアする退職するる退職っって言って言 ああそうなんです、ね、残念ですすね残念先生とても良かったので妻も子供もあのとてもいい先生だっていつも言ってたんですけどって,言って、ね、僕はそう言ってで医者の先生も「はいもう私も結構まあ4年間ねこれまであの、まあ、小さい子供から少し大きくなってなんかこうお子さんのことを考えると、まあ、もう少し見てあげたかったなと思うんですけど、まあ、あの本当にありがとうございました今まで」みたいなね。 まあそういうでその日が最後まあ今日が最後だから最後ですね本当に先生今までありがとうございましたみたいなねもう会うことはないまあ次はあの他の先生が担当してくれる引き継いでくれるらしいんですけどまあ,あのそういうことを言って感動のね「先生今まで子供が小さい時からいろいろありがとうございました」という時に僕のパンツは反対になってて。 あのー、そのままそうですねそのまま家に帰ってきました何て言うかなまあトイレで反対に履き替えてもよかったんですけどなんかなんかまあねトイレでなんかパンツ脱いでジーンズ脱いでなんかめんどくさかったんでまあいいかなと思って、えー、来た時と同じように自転車に乗って帰ったんですけどやっぱりね自転車こぐとねなんかパンツが逆っていうのはすごくなんかちょっと変なんですよ ちょっと足がが動かししにくくて気がつきましたねやっぱりあ来る時になんか自転車こぎにくかったのこ,いこれかと思ってで家に帰ってあのー、パンツを戻しましたいや戻したっていうか新しいパンツに変えましたねなぜかというとなんか嫌でしょなんかその ずっと逆になってたパンツをまた逆にしてそのまま履くっていうのはなんか嫌な感じがしたなはい。なんかねなんかねなんかなんか嫌な感じがしますよね <laughs> だからまあ別に汚くないですよ別にお尻が汚いわけでもないですけどあそこは汚いわけでもないけどなんかその逆になってたのを逆にしててなんか嫌な感じがしてね あのー、またパンツを新しいパンツを、はい、履き替えました前はこっち、はい、後ろはあっちちゃんと確認してねよしはいよしちゃんと前は前後ろは後ろそういうふうに確認しました皆さんもくれぐれパンツのお履き間違いはお気をつけるようにしてくださいそれではチャオチャオ明日の朝またねまたねまたねー